いどうも、運の魔術師ゆうやです。どうも。今日の指令ですけども、金運がありそうなメンバーをピックアップし、ハロウィンジャンボ宝くじを買いに行け。おーい、3回まで、拍手3回まで、運が逃げちゃうから。というわけで、まあ、僕が今から説明することをよく聞き、よく理解し、よく信じれば信じるほど宝くじが当たる確率が上がる、そういうノウハウを今から教えたいと思います。各種3回まで、逃げちゃうから。今日ここがポイントなんですけれども、芸能界っていうものは、もうここの 1% と 1% はほぼ関係ない。もう努力と才能は誰にでもあるから。 98% じゃあこれは何だと。運があれば芸能界はやっていけるってことなんだよね。そんな大事にしてんなら運もっと綺麗に書いてはい、で今日この 98% の運、メンバーにあるのかどうかチェックする項目があるんですね。お財布の中身をチェック、黄色の私服チェック、恐怖の私ルーデル。でも本当信じれば信じるほど、あ、お前信じてない、いや信じてない、信じてますよ。私は運を何信じます。あ、拍手3回まで。はい、というわけでね、早速お財布の中身をチェックしていきたいと思います。まず誰の財布？はい、千葉ちゃん。こちら千葉ちゃんの財布ですね。高そう、これね、ドルチアンドガッパーナ。まずこのお財布のチェックポイントがありますから、全然ごちゃごちゃはしてない。すげえ嫌なんだけどこれ。財布なんだよ、見られるの。暗い色、暗い色。お札は金庫が好きなので、暗いところを好むらしい。知らなかった。長財布はいい。ダメダメ。長財布、何それ。あの金のカエル、金のカエル入っとる。すごい、金のカエル入ってるよ。次私服チェックね。もうガチガチに黄色が入ってるから最高よ。千葉ちゃん結構高得点なんじゃないですか。俺は最初に持ってきたのちょっとあれ。はい、このお財布誰。お財布チェックじゃない。お財布だ。それお財布でいいの。財布です。ああ。運って言ってる人がお金落とす。まあ、ごちゃごちゃしていないこと。いや、もう、まあ、ごちゃごちゃはもう、もう、無理よね。ごちゃごちゃだよね。キャパシティがいいよね。高いよね、この財布は。お札がこの暗い色ではないよね。いや、みたいな。嫌いよね、これ。あ、本当だ、長財布じゃない。これ、あなた財布ダメだっしょ。ダメダメじゃない。ダメダメじゃない。チェックチェック。いいんじゃないの、もう。黄色っていうか、もう、金だもん。金だね。おい、真珠真珠そう。あとで旬にそれつけそうでしょ。誰が豚にしてる。早い早いな。早いって分かったからね。はい、じゃあ次。はい、わしゃです。はい、旬ちゃん、お財布がごちゃごちゃして、ごちゃごちゃしすぎ、ごちゃごちゃしすぎ。これ知ったな。バン、せげって。これでどうやってきたの。なるべく俺口座から引き落としたくないのよ。あ、そっちのね。あ、口座の方にあるんだ。そう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 。ちなみに番号。いや、番号言ったら取られちゃうから。チェックチェックです。なんで食べ物出すみたいに持ち歩いてる。こちらのお財布、おダン、おさあ誰でしょう。はい、綺麗に整頓されてます。定本されてる。で、長財布 OK。 はい、じゃあ私服チェック、はい、行きたいと思います。あからさまなミニオン。あの迷子の子がさ、あの何それ、あの個性なんですけど、いい色してんじゃん。いい色してんじゃん。黄色ね。はい、うるせえなー。いや、そんなことよりさ、なんでズボン反対履いてんの。違う違う、こういうデザイン。さっきってさ、ボロボロの服なぜ買うよ。え、わかる。確かに、カラスに水盤まで。あの、それどこで買ったのってさ、自分で破ったっていう。でも事故にあった。いいと思います。ありがとうございました。はい、お次、これ
このお財布は誰ですか。はい、はい、ベテラン人です。生意気だな、その財布。すごいね、これ全然ごちゃごちゃ何もしない。お財布が黒い。長い財布ではない。私服チェック。はい、何金ボックスを持ってきました。これあれだよ、全部金のものだよ。すごい、お高そうだね。なんで今日シルバーなの。ファッションも違う。今日しょうもない靴下だけどうにかしてる。稲妻のように走るよ。はい、ラスト。最後の財布誰でしょう。はい、ですよね。シャルフといえば金、金といえばシャルフですから。見てここ、やばいよ。もう1ヶ月これって決めるわけよ。大体全額をってこと。そう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 。これね、お財布の中、はい、赤かったらダメなのよ。知らなかったでしょ。赤炎じゃん、うん、お札が燃えちゃうのよ。13万だから燃えました。取るな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 。さあ、シックチェックです。よいしょ、はい、マニ完璧100万点。それサクとさ、ね、色地じゃない。これサクと色地じゃない。でも俺も先に言わせ、俺の方が先に買ってるから。え、でも俺の方が先に買えなかったの。知らねえよ。気持ちでは買ってること。先に買えたから。お金が先にだった。てかさ、自分のさ財布もさ出しないの。いや、私完璧ですか。いや、それをちゃんと証明してもらわないと。出せ出せ出せ。あ、じゃあ私をチェックさせていただきます。綺麗綺麗綺麗よ。暗い色だしね。これも大丈夫ですね。あれ、なにこれ。え、なにこれ。この入れ方なんすか、これ。お年玉。なにこれ、お年玉もらってない。なにこれ。貯金貯金貯金の仕方、かわいい。貯金を財布にしてるんですか。そう。チェックチェック。もう、うさんくさいっすね。もう、うさんくさいね。あ、でもこれ結構、あれなんすか、両方違う。あ、これ、あの 1% の努力、1% の才能。おー、はい、まあ、じゃあ最後にどれくらい身長持ってるかちょっとチェックして。あ、そうですね。ちょっと脱いでみ、はい、うん。はい、まあまあまあ、それが現実。ここの3人でやったらとんでもないぞ。やば、ちょっと一緒に脱ぐ。せーの、せーの。やばやばやば。はい、最後はワサシュルーレットやっていきます。はい、もうこれ 98% の運ね。もう思い立ったが先よ。誰が入ってるか分かんないから。ワサ何個入ってんの。わかんないわかんないわかんない。それでは実食、せーの、乾杯。はいはいはい。うん、あーあきた。マジでうめえ。何も入ってねえ。何も入ってねえ。何も入ってねえや。はい、じゃあということでね、ワサシュルーレットいかがでしたでしょうか。ちなみに当たった人誰ですか。教師4人いたんだね。7分の4ってことはまあ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  98% の運勝ち取れない。勝ち取れない。勝ち取れなかった側ですね。まあまあ、こういう時もありますから。こういうのはね、これでいい。これでいい。ちゃちゃちゃ。待って待って、ゆうやさ、財布ごと入れてゆうやさ、おまじないかけるわ。ちょっと入れとけ。お、いや、スタッフも全員入れないと。スタッフも、これじゃ豪華だ。あ、マジで。ありがとうございます。じゃあ、ちゃんと投稿しますからね。はい、楽しみ。おー、もう1000円しかないからさ。これを、これを大切に保管するのはゆうやくんね。はい、任せて。大丈夫、これ大丈夫。大丈夫だ。いや、全然いいじゃん。ここに500円玉がありますよね。いきますよ、どっちに入ってるか。はい、
はい、どっちにも入ってない。トゥナイト。